来春カタールで開催される U23 アジアカップのグループ抽選が実施され、グループ B は日本、韓国、アラブ首長国連邦、UAE、中国が同居する市の組に。各国メディアでは様々な反応が見られた中、中国メディア上では早くも絶望ムードが広がり、その状況に他国メディアから熱視線が継がれている。画像、日本代表は韓国、UAE、中国と同組に言う。 23アジアカップの組み合わせ一覧来年のパリ五輪出場権をかけた U23 アジアカップは16チームが4チームずつ4組に分かれグループリーグは総当たり戦各グループ上位2位までが決勝トーナメントに駒を進め大会上位3チームに入ればパリ五輪の出場権を獲得し4位はアフリカ地域代表チームとの大陸間プレーオフへ進出する組み分けの結果 グループ B には FIFA ランキングでアジア最高位の日本、18位、同3位の韓国、24位、同8位の UAE、69、などを挙。FIFA ランク79位の中国はアジアで11位と唯一のトップ10圏外となったことで、母国メディア上ではすでに諦めムードが漂っている。中国メディア、送風、では、パリ五輪に出場する可能性はすでに非常に低い。 と報じられ、AFC がひどすぎる。公平性と正義の原則が保障されないのは本当に腹立たしい。などと、まさかの死に組み、入りを受けて、やり場のない気持ちは AFC、アジアサッカー連盟にも向けられた。こうした中国メディアの、嘆き節報道に、韓国史、スポーツ挑戦も鋭く反応。五輪の可能性は希薄事実上、放棄状態、と見出しを打ち、 中国メディアが、メンタル崩壊、に陥った、と、ボリン予選前に早くも白旗を上げるかのようなありさまに熱視線を寄せていた。